はい、今回はですね、筋肉マンの最新話第361話の内容をもとに、次回ですね、第362話の予想とかをね、お話ししていこうと思います。そのため、コミックス最新刊以降の内容が含まれていますので、視聴される際にはご注意ください。ということで、まずは361話のおさらいからね、いきましょう。はい、ジェロニモはですね、喉の傷を無理やり塞ぎ、再びアパッチの雄たけびを発動します。まあ、喉の傷が再び開いてしまうんですが、ジ・エクスキューショナーを守る防御層を剥がすことには成功したんですよね。そして、まあ、激戦を繰り広げる中、ジェロニモはジ・エクスキューショナーの正体に感づき始めるんですが、ジ・エクスキューショナーは最後の試練と称して、エクスキューショナーシックルバスターを再びジェロニモに仕掛けます。しかし、ジェロニモはその技をブリッジで破ると、今度は逆にテリーマンのテキサスクローバーホールドを取り入れた新しい必殺技、ニューマシンガンズカウベルスタンピードをジ・エクスキューショナーに決めるのであったというところで終わっていました。で、次にですね、次回の予想とポイントですね。はい、まずはこちらからです。対戦中、ジェロニモがジ・エクスキューショナーの正体に感づいていたりとか、あとジ・エクスキューショナーもね、スーパーマンロードの神様がね、ジェロニモに超人に転生するための試練を課す際に試していた起点と勇気、犠牲心っていう言葉をね、口にしていたんですよね。このことから、ジ・エクスキューショナーは、スーパーマンロードの神様であることはほぼ確定かなと思います。で、最後の試練としてね、エクスキューショナーシックルバスターを仕掛けたのは、おそらく自分の恩人であろうと、悪は悪だと割り切れる心があるかを試すためであるものと思われます。悪というとちょっとまた何とも言えないんですけど、現時点ではね、その神は超人を滅ぼそうとしてるわけですから、悪と解釈してもいいのかもしれません。で、次回ですね、ジ・エクスキューショナーから何らかの事実が語られるんじゃないのかなとは思われるんですが、一体どのような、内容なんでしょうかね。イデアマンはですね、下天してきた12人の神の中には、地上にね、興味があるものが複数いると、述べていたんですが、ジ・エクスキューショナーもそのうちの一人であることもほぼ確実かなと思います。だからといって超人を助けに来たというわけじゃなくて、超人に対する大きな、期待感を抱きつつも、あくまで平等な観点から超人を審判するために下天してきたように思えますね。はい、根拠はないですけど、そのため、前回もお話ししたように、スーパーマンロードの神様といえど、その超人を滅ぼす選択肢を完全に捨てていったというわけじゃないかなとは思います。最悪もうやらざるを得んかもしれんっていうふうには考えていたかもしれないですね。そういうふうに、勝手にそういうふうに解釈すると、ひょっとしたらね、調和の神にかなり近い考えかもしれませんね。はい、なおですね、そのジェロニモと対戦したのは、おそらく意図的なものじゃなくて偶然だったのかなとは思うんですけどね。ジ・エクスキューショナーのセリフなどを考えるとね、その最初の試練を担当すれば、ジェロニモが名乗りを上げて対戦する展開を予想、あるいは望んでいたと考えるのは、ちょっと勘繰りすぎかもしれないんですけども。で、次にこちらですね。はい、どこまで本気で戦っていたのかってことなんだけど、これはちょっと気になるよね。これについてはね、様々なね、考察がされていたことなんですが、あくまでね、試練を超えるに足るかを見極めるのが目的で、本気を出していなかったんじゃないかなっていう意見もありますね。自分もそうなんですが、やっぱ正体がスーパーマンロードの神様であればね、やっぱりその、もっと強くあってほしいとか、他の超人とは一線を画したキャラであってほしいっていう希望、願望もね、入った考察かもしれないですよね。またその正体が誰であれ、超人がジェロニモに完敗したとなると、こういうとちょっとジェロニモに申し訳ないんだけども、超人のね、格がさらに下がってしまうことを危惧したとも思われます。ただね、やっぱ実際戦う描写見てるとね、手加減してると解釈されてもおかしくないない
ような場面はいくつかありますよね。まあ、例えばその最新のね第361話でもアパッチの雄たけびを強引に阻止してるんだけど、ジェロニモがねあのまま技を発動し続ければ命に関わる可能性は間違いなくあったのかなと思うんでね、あの先輩たちは死ぬ気で叫べって言ってたけど、あのタイミングでアパッチの雄たけびを封じたのはやっぱそのジェロニモの命を守るためと考えることはできなくもないかなと思います。まあ、これについてはねコメントでもいただいてましたし、まあ、考察系のブログでもね、まあ、書かれていましたよね。で、まあ、その命がけでねアパッチの雄たけびを発動させたことで、まあ、犠牲心があることはもう証明できた、それはもう分かったっていうことなんで、今度はまあその起点をね、さらに試すためにアパッチの雄たけびを封じた後にどんな策に打って出るかを試していたのかもしれないです。はい。でまあ、次回ではですね、まあ、ひょっとしたらジェイクスキルショナー自身はまあ全力で戦ったっていうかもしれないんだけど、調和の神とか他の超神はもう彼がもうそんなもんじゃないだろうと、本来の力を発揮してないっていうことをね見抜いてるような描写もね、あるかもしれないですね。まあ、この点もちょっとね次回注目していきたいです。で次にですね、まあ、最後なんですが、まあ、ちょっとね話題を変えて残りの長身のデザインについてちょっとお話しします。まあ、早ければですね次回第362話で残りの長身がねその姿を明らかにする展開っていうのはあるんでしょうかね。まあ、これはまあ言ってしまえばゆでたまご先生がどこまでねその長身のデザインを決めてるかによるとは思うんですが、ちょっとね、まあ、実際どこまでデザイン決まってるか気になるとこなんですが、まあ、印象としてはねこれまで以上にその長身のデザインっていうのは慎重にまた力を入れて、考えられているのかなっていうそういう印象は持ってるんでね、ひょっとしたらまだ全員決まってない可能性はありますよね。ただまあやっぱりその残り7つの対戦がね一気に始まるのであれば、その知性チームとの対戦とは趣向を変えてもう7人の悪魔超人編などのようにですね一気に顔見せする展開はありかもしれないですね。はい。まあ最近だと六層格もね全員いきなりバッて姿出してましたよね。まあ、どっちのパターンが多いかと言われるとね、例えばその黄金のマスク編でもまあなんというかちょこっとタイミングずらしてましたし、あとそうですね夢の超人タック編もそれに近いものがあるかな。だからどっちが多いかっていうのはわからないんですけど、自分としてはねやっぱ少しでも早くねそのデザインを明らかにして登場させてあげた方のその超人のキャラの掘り下げとかもしやすいのかなとは思ってるんでね、その辺なんとも言えないんですけど、まあこの点もね次回楽しみな点かなと思います。ということで今回この辺りで終わろうと思います。ご視聴いただきありがとうございました。